はい、皆さんこんにちは、上野方氏です。はい、今回ですね、レンマペンケースの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、レンマペンケースの経年変化をそっと見終わる会の皆様、お待たせしました。まあ、今回はですね、自分が持っているレンマペンケースの最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけど、ずっとついているシリーズになります。まあ、ぜひ過去のやつ遡って順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、まあ、今回初めてご覧になるよという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、はい、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよというのと、あとはレンマペンケースについて、あとはちょっと事件とかもあったんで、まあ、その辺について紹介したいなと思います。ただしこの分に関しては、このシリーズをずっと追いかけられている方にとってはちょっとおさらいなるんで飛ばしていただいても構わないです。で、その次なんですけど、実物をボンと出してみて、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは主観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。で、その次なんですけど、前回となるべく同じようなアングルと照明光の元で撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較していきながら客観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。で、ラスト、まあ、ちょこっと雑談挟むような、まあ、こんな感じの構成にしたいなと思います。まあ、自分もまず話が なっちゃうかもしれないんで、まあ、飛ばしたらしても構わないですし、早く再生でも構わないで、なんせ今回も最後まで楽しく皆さんご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、とですね、まあ、この動画を収録しているのが2023年の9月の終わりなんですけど、はい、まあ、今回はですね、まあ、29ヶ月、はい、2年5ヶ月ということで、まあ、もう間もなく2年半を迎えるかなというふうな、まあ、今日この頃動画を収録しています。はい、で、皆さんのところどうですかね。まあ、自分の住んでいるところ、まあ、関西なんですけどね、はい、もう9月も終わりなんですけどね、めっちゃ最近ね、暑いんですよね。うん、まぁ、ちょっと真夏日和みたいなのがずっと続いててね、まぁ、皆さん大丈夫かなっていう感じなんですけど、はい、まぁ、そうですね、まぁ、でもですね、着実にですね、まぁ、秋はですね、まぁ、深まりつつあって、はい、まぁ、山々もちょっと紅葉してきましたし、あとは日もちょっと短くなりましたね。はい、まぁ、夜がな、まぁ、長くなって、まぁ、日が短くなって、はい、まぁ、ちょっとね、夜もちょっと冷たくは、まぁ、なってきたかなという感じなんでね、まぁ、ちょっとね、体調管理、難しい時期にはなってきてるんで、まぁ、皆さんご注意ください。で、まあ、そんな感じで、まあ、自分のですね、まあ、レンマペンケースもね、どんな感じでね、まあ、変化してたのか、紅葉してたのかっていうのをちょっとね、皆さんご覧いただけると、まあ、今回も嬉しいなと思います。はい、ということでね、じゃあまず最初ですね、まあ、レンマペンケースについてとか、あとはまあメーカーさんのこと、あとはですね、まあ、ちょっと事件とかがねあったこと、はい、まあ、ちょっとずっとシリーズ追いかけられてる方ってはまずおさらいになるんですけどね、まあ、そこのところをじゃあまずは押さえていきたいなと思うんで、まあ、まずはこちらの方をご覧ください。はい、シリーズ経年変化、レンマペンケースナポリ1ヶ月後、バダラシーカルシャミネルバリスをそのままバーサス、まあ、プエブロという感じでね、まあ、書いてるんですけど、はい、まあ、レンマペンケース、まあ、種類がまあ、いろいろあったりするんですけど、まあ、自分が買った時は、まあ、この2種類主に大きくあったんですよね。まあ、ミネルバリス塩っていう、まあ、皮をそのまま使用してるやつか、それか、まあ、プエブロっていうね、まあ、ちょっと毛羽立たせたやつか、はい、まあ、どちらしようか悩んだんですけどね、もう、もう2つも買っちゃえということでね、はい、まあ、2つ買って、まあ、ずっと経年変化の方を見てってる感じになります。まあ、ちょっとこれ後ろボケてるんですけど、まあ、経年変化していくとですね、まあ、初めはこんな感じでなんか山吹色みたいな、まあ、黄色なんですけどね、まあ、こんな感じで最終的に両方同じようになっていくよという感じだったんで、あ、そういうふうに、あ、同じようになるのかとか、果たしてこれがですね、まあ、直線的に変化するのか、それともあるタイミングからグッとこういうふうに変わるのか、それとも初めにドーンと変化を迎えてそこからずっと飽和していくのかみたいな、ちょっとこのね、経年変化のね、成長曲線みたいなのとか、まあ、直線が、まあ、ちょっと気になったりとかもしたんでね、まあ、それを追いかけてるよというような感じになってます。まあ、ここのところ、これ1ヶ月後なんですけど、これがずっとカウントアップしててですね、まあ、今回が29ヶ月、まあ、2年半を間もなく迎えようかなというような、まあ、そんな感じになってます。まあ、でもですね、これね、途中ちょっと事件とかもあったんですよね。はい、まあ、それが何になるかというとね、まあ、これ1ヶ月後の時なんですけどね、これ4ヶ月後の時見ていただくと、はい、ここのところなんかちょっと黒くなってますよね。はい、そうなんですね。まあ、途中ちょっとやらかしちゃったんですよね。まあ、この辺についてもですね、まあ、ちょっといろいろと抑えていきたいなと思います。はい。で、まあ、ここのところもちょっとね、まあ、いろいろと書いてるんですけど、まあ、この辺についてもですね、まあ、今からちょっと抑えていきたいなと思います。はい。じゃあですね、まあ、皆さんですね、まあ、レンマペンケースで、まあ、すごく言うんで、まあ、レンマっていう会社があるのかというと、実はそういうわけじゃなくてですね、はい、まあ、レンマっていうのはですね、まあ、ブランドなんですよね。はい。ということでね、まあ、ちょっとね、これ関係をまあ、表してみたんですけど、まずはですね、まあ、兵庫県の神戸の元町に、まあ、2013年にできた、株式会社プリンシプルさんっていう、まあ、会社があります。はい。まあ、兵庫県の神戸の元町というとですね、これ、文具好きにとってはちょっとたまらない町でして、はい、そうなんですよね。国営
&コーさんっていうね、まあお店があったりとか、あとはあのペン&メッセージさんっていうお店があったりとかもします。はい、まあ結構あのね、文具好きの間ではまあ有名なところなんですけど、さらにそこから歩いて行ける距離になんとですね、長沢文具センターの本店もあるよという感じで、はい、まあぜひですね、あの、まあ元町行かれる方はね、まあ今言ったところをまあ行ってみると、はい、すごいあの文具好きにはたまらないルートなんじゃないかなと思います。はい、まあそこのところが、まあ運営してるあのリアル店舗およびあのウェブのね、まあストアがあるんですけど、まあそれがフリースピリッツさんっていうお店があります。はい、まあそこのところ、まあいろんなね、まあ革のブランド扱われてるんですけど、まあ特に今自社のところの、まあオリジナルブランドっていうのがこのレンマっていうような、はい、まあこんな感じのね、まあ位置づけになってるんで、はい、まあこの辺あのちょっと押さえた上でね、まあちょっといろいろ話聞いていただけると嬉しいなと思います。はい。でですね、まあ、まあ、自分がね、まあ、もうやっぱり29ヶ月も経つといろいろ状況も変わってくるわけで、はい、まあ、自分は初めね、まあ、買った時、こんな感じの、まあ、値段帯だったりとか、あとは、まあ、種類だったりもしたんですけど、これがね、まあ、結構ね、変わってきてるんですよね。はい、まあ、今どうなってるかというとね、まあ、こんな感じになってます。じゃん、はい、まあ、実はですね、まあ、自分が買った時、まあ、2種類だったのが、アラスカレザーというやつもちょっと増えました。で、値段帯もね、まあ、ちょっと変わってですね、はい、まあ、こんな感じになったんですよね。まあ、全部6000円に、まあ、税というふうな感じになりました。で、自分買ったのがですね、まあ、ナッポリっていうですね、まあ、先ほどもちょっとサムネで見ていただいたように、まあ、山吹色みたいな、まあ、そんな感じのやつです。まあ、でも、経年変化していくと、もう結構茶色になっていくよというやつです。はい。まあ、レンマ、バルコ、ペンケース。まあ、これのミネルバリス賞だったり、まあ、プエブローだったり、あとはね、アラスカレザーってあるんですけど、ちょっとこのアラスカレザーがですね、はい、タンナーさんが違う感じになります。はい、タンナーさんって何になるかというと、はい、まあ、動物から、まあ、皮を、取ります。はい。まあ、それをそのまま使っちゃうとですね、もう腐ったりとか匂いとかが大変なことになったりもするんで、はい。まあ、革製品として使える革に、まあ、加工したりするんですよね。はい。まあ、そこのところは、タンナーさんって言います。はい。まあ、いろいろあったりするんですけど、まあ、結構ね、まあ、イタリアが、イタリアンレザーって言われるぐらい結構有名で、まあ、クオリティも高いやつして、まあ、そのね、タンナーさんが、まあ、ちょっとね、このアラスカレザー違う感じなんですよね。はい。まあ、アラスカレザーに関しては、ラベラアズーラ社。まあ、イタリアのところと、あとはミネルバリス賞、まあ、ジムが今回紹介するやつですね。まあ、それはバダラシーカロシャというやつになります。はい。まあ、まあ、方法としては両方とも単人なめしですね。まあ、一方、重金属を使うクロムなめしというやつもあったりとかもするんですけど、まあ、単人なめしの方も採用されてる感じになります。あとは、アラスカレザーに関しては表面にワックス、まあ、ちょっと粉が吹いたみたいな感じなんですけど、まあ、これは使っていくうちにですね、まあ、そのやつが、まあ、馴染んで、もっとツヤみたいな感じになってくるんで、まあ、それも、まあ、なくなってくる感じなんですけど、一応こんな感じの違いがあるよと思ってください。で、上ハイライトしてる黄色のところですね。まあ、これが自分買ったやつになってます。ちなみにアラスカレザーってね、まあ、こんな感じで、ちょっとね、表にこういう風にワックスみたいな感じになってるんですよね。はい。まあ、こんな感じになったりもしてます。はい。で、まあ、こんな感じで、なんかいろいろとね、まあ、ちょっと無彩色系かな。まあ、ちょっとかっこいいような、まあ、こんな感じの色合いのやつが、まあ、今いろいろと出てる感じになってます。ですね。まあ、自分もね、ちょっとね、まあ、いろいろ経年変化を追いかけていく上で、まあ、ちょっといろいろ持ち歩いたりするんですけど、まあ、ちょっといろいろやらかしちゃったことがあるんですよね。まあ、これがまあ、ちょっとだいぶリカバリーできたやつなんですけど、実はですね、コロナ禍で割とアルコールティッシュ、割と持たれてる方、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとアルコールティッシュがね、これ、まあ、筆箱についちゃって、ちょっと紋ができちゃったやつなんですけど、まあ、これは経年変化に伴って、だいぶ気にならなくなってきました。ただですね、まあ、この次にやらかしたこちらですね。はい、これがですね、まあ、ちょっとですね、ちょっと大変なことになりましたね。これ何かというと、まあ、珍しいんですけどね、まあ、ノック式の水性のボールペンというやつがあったりもします。まあ、その中でも、ま、有名なのが、まあ、ラミーのやつかな。はい、まあ、それをですね、まあ、先端ちょっと出したまま筆箱に入れちゃうとね、なんか、チューってね、すごい吸っちゃってね、もうね、ね、カバン開けるとこんな感じになっちゃってたんですよね。もうめちゃくちゃこれへこみました。で、まぁ、ちょっとリカバリー、まぁ、不能な感じになっちゃったんですけど、うん、もう今はですね、なんか全然もう気にならなくなりましたね。もうこれでちょっとなんか吹っ切れたところもあったりとかもして、はい。まぁ、でもですね、まぁ、すごい今でもずっと使い続けてる感じになります。まぁ、ここ以外の部分でも経年変化見れますしね、なんかこれもちょっと個性かなってね、もう最近思えるようになってきたんで、まぁ、全然今は気にせず使ってる感じになってます。まぁ、でも一応こんな感じで、まぁ、悲劇も乗り越えての、まぁ、経年変化29ヶ月と思ってください。はい。でですね、まあ、手に入れが、まあ、嬉しかったんで、まあ、筆箱紹介したりとか、あとはですね、まあ、本店の方とかも行ったりもしました。これ奥のところが、まあ、工房とかになってるんですよね。
ですね、まあ、自分やっぱり好きだったりもしたんでね、まあ、そういうふうに、まあ、汚れつつもで、まあ、今も使いつつなんですけどね、はい、まあ、いざと、まあ、そういうふうなね、まあ、何かしら他にも事件があるかもしれないっていうのもありますし、まあ、すごい気に入ったんでね、まあ、保存用に、まあ、こういうふうに買ったよというのは、まあ、こんな感じの動画とかも、まあ、過去紹介したりもしてます。はい、というような感じですね。まあ、ちょっとね、前置きが長くなった感じなんですけど、はい、じゃあ今からですね、まあ、29ヶ月経ったやつ、実際のやつ出していきたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、これが29ヶ月経った、これがミネルヴァ立証そのまま、これがプエブロっていう毛羽立たせたやつですね、はい、になるんですけどね、もうちょっと毛羽立ちはもうね、なくなりますね、これ。はい、でもっとですね、これ形的になんかコロンとしたような丸みを帯びた感じなんですけどね、まあ、こんな感じでくたっとですね、まあ、こういうふうに反った感じにこういうふうになってくるのがちょっと特徴的ですね。はい、でまあ、経年変化の方もまだらにこんな感じで、よく当たる部分に関してはこんな感じで進むような感じになってます。はい、いかがですかね。はい、まあ、ちょっとここのところがちょっと悲劇迎えたところなんですけど、まあでもですね、いい感じでね、だん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 色変わってきてね、いい感じになってきたと思います。まあ、直近の 1,2 ヶ月すごい変わったかと言われるとそういうわけじゃないんですけど、初めと比べるとね、もうちょっともうだいぶ変わったかなって思ったりもします。で、確かに両方とも同じような感じの色にはなってきたんですけど、やっぱり手に持ってみるとですね、まあ、違いっていうのがすごいわかりますね。もうこっち、ちょっと薄い感じなんですよね、プエブロ。はい、に対して、まあ、ちょっともっちりとした感じになってます。で、やっぱりプエブロの方、まあ、購入の時も説明受けたんですけど、プエブロの方が若干ちょっと経年変化の方進んでるかなって思ったりもします。まあ、ちょっと画像では分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、実際見てみると、あ、ちょっと1、2段階ほどこっちの方がちょっと先行してるかなという感じがするんで、はい、まあ、経年変化の方を、まあ、重視するならプエブロ。で、もっちりした、触った感じ、食感を楽しみたいな、あれば、まあ、個人的にそのままのやつをお勧めしたいなと思います。あとは、アラスカレーザー持ってないんですけど、まあ、アラスカレーザーはまあちょっと独特の色合いだったりもするんで、まあ、そういうのが好きな方はまあそちらの方行かれるのがいいんじゃないかなという感じですね。はい、まあ、ちょっと中も見てみましょうか。はい、まあ、ちょっとこういう風なこともあったりとかもしたんで、中は結構慎重に使い続けてる感じになってます。はい、なんでまああまり変化の方とかまあない感じなんですけどね。はい、まあ、こんな感じでまあ使ってます。はい、ということですね。じゃあですね、まあ、今からですね、まあ、前回となるべく同じようなアングルと照明光の元で撮った写真ですね。はい、まあ、これを比較していきながら、まあ、客観的に経年変化の方もまあ見ていきたいなと思います。で、まずはですね、まあ、そのままの、リス紙をそのままのやつやってみましょうか。はい。まあ、これがですね、まあ、一番最初のやつなんですよね。はい、これですね。もうこの時点でだいぶ違う感じですけど、まあ、ここのところカウントアップしていきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6、はい、まあ、ちょっと上黒くなってますけどね、まあ、置いといてくださいね。はい、で7、8、9、10、11、12、これが1年です。で13、14、15、16、17、18、これが1年半です。で19、20、21、22、23、24、これが2年です。で25、26、27、28ときて、今回の29ヶ月目、こんな感じになりました。じゃーん、はい、28、29、28、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0と。はい、まあこんな感じですね。はい、まあこれが半年です。はい、でまあこれが12ヶ月です。でもこれが18ヶ月です。まあこれが24ヶ月です。でまあこれが今回の29ヶ月なんですけどね。はい、結構順調にいい感じで変わってってますね。まあ、直近の1ヶ月がまあそんなにまあ変化はまあない感じなんですけど、まあ全体的に見ると、例えばこれちょっと1段階グッとこういう風にね、まあ、変わった感じでこれしますよね。はい、でまあさらに取っていくと、これがまあ1年半ですけど、もうこういう風にちょっと変わってる感じしますね。はい、でまあこれがまあ1年の時なんですけど、うん、これもうん、まあやっぱ変わってる感じですね。ここだいぶ変わりますね。これがまあ半年の時の違いですね。でまあ、一番最初とまあ比べてみるとどう違うかというと、まあ、これぐらい変わるよという感じなんで、もうだいぶこういうふうにね、まあ、経年変化の方も、まあ、楽しめるかなと思ったりもしました。はい、ということでね、じゃあちょっとこれね、まあ、置いておきますね。
はい、ということでね、じゃあ、次、プエブロの方ですね、やっていきたいなと思います。まあ、こっちの方ですね。はい、まあ、初めはちょっと毛羽だった、まあ、質感だったりもして、まあ、この写真からもちょっとそれ伝わるかなと思うんですけど、まあ、これがなくなるタイミングとかも、まあ、注目しながら、まあ、いきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6。はい、まあ、これは半年。で、7、8、9、10、11、12。これが1年ですね。で、13、14、15、16、17、18。まあ、これが1年半で、まあ、19、20、21、22、23、24。はい、まあ、これが2年ですね。で、25、26、27、28ときて、今回の29ヶ月目、こんな感じになりました。じゃーん。はい、まあ、これが29です。28、29。まあ、直近の1ヶ月はあんまない感じですね。はい、まあ、29、28、27、26、25、24、23、22、21、20、19、18、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0と。はい、まあ、飛ばし飛ばしていくと、まあ、これが半年、まあ、これが1年で1年半、で、まあ、これが2年となって、今回の29と。はい、まあ、こんな感じになります。はい、これやっぱちょっとでも変わってる感じしますね。はい。で、まあ、これがまあ、1年半との比較です。変わってますね。で、まあ、これがまあ、1年との比較なんですけど、うん、まあ、いい感じですね、これ。で、まあ、これ6ヶ月もだいぶ変わる感じになってます。で、まあ、最初の頃と比べると、まあ、これぐらいめちゃくちゃ変化する感じです。はい、というのはね、まあ、感じなんですよね。じゃあですね、まあ、これちょっとですね、まあ、実はまあ、こんなやつも自分手に入れてるんですよね。はい、まあ、こちらなんですけどね。はい、まあ、これ同じくですね、まあ、レンマのパスケースというやつなんですけどね。まあ、ちょっとこれ開けてみましょうか。これ箱に入れて保存してるんで、まあ、経年変化の方はまあ、なるべく抑えるような感じでやってるんですけど、はい、一番最初、はい、まあ、こんな感じの色合いだよっていうのはちょっと参考になるかなと思います。これ外側がこれプエブロで、これ内側がですね、まあ、そのままのやつで、はい、まあ、初めなんかこんな感じの色だったのが、これぐらいこういう風にまあ変化していくよっていうようなやつになってます。まあ、ちょっと写真のね、まあ、これ撮り方難しいですよね。まあ、例えばこうしてるとこういう風にまあ光るようですし、まあ、こういう風にちょっとするだけでこうやってね、はい、まあ、反射具合のこの白さがちょっと変わってくるかなという感じなんですけど、まあ、でもね、この上のところが、あ、ごめんなさいね。この上のところ、ここがまあこれぐらい変わって、そんでまあ下のやつがまあこれぐらい変わるよっていう風に。はい、まあ、思っていただけるといいかなと思います。はい、ということでね、じゃあちょっとですね、まあ、フリースピースさんの、まあ、他のね、ところ紹介していきたいなと思います。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、他もお店、革の方扱えたりもしてます。で、まあ、こんな感じのね、まあ、素敵なカバンみたいなのもあったりとかするんですよね。で、あとはですね、まあ、筆箱もね、まあ、今回紹介したレンマ以外にも、なんかこういうふうな感じの、カラーもいろいろあるようなやつもあったりもします。で、あとはですね、フリースピリッツさん、まあ、アプリの方とかもあったりとかもして、はい、まあ、在庫がどれぐらいあるよとか、まあ、こういうのもすごい確認しやすくなってます。まあ、ぜひですね、まあ、インストールね、まあ、してみるのもいいんじゃないかなという感じですね。はい、まあ、あとはですね、まあ、これ9月の16日、はい、まあ、ちょうどですね、まあ、今そうですね、まあ、オープンの時と、はい、まあ、何年かた経つような感じなんですが、まあ、ちょっと記念でなんかされてるのかな、ちょっとわかんないんですけどね。はい、まあ、これ神戸のね、元町のところなんですけど、奥のところですね、まあ、これレンマの工房とかになったりもしてるんで、まあ、さっきも初めの時に言ったんですけど、はい、まあ、近く行かれる時はですね、まあ、立ち寄ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、これまあ、自分行った時ですね、まあ、これ4から5ヶ月の時だったんで、もうここがさらにまあ変わってる感じなんですけどね。はい、まあね、こんな感じでまあ行って、まあ、こういうふうに紹介していただいたこともありました。ありがとうございます。でですね、まあ、こんな感じで SNS の方されてたり、あとはまあ YouTube の方とか、あとは Instagram の方とか、まあ、結構頑張ってされてるんで、まあ、そちらの方を皆さん見てみてもいいんじゃないかなって思ったりもします。はい、ということでね、まあ、29ヶ月、まあ、こんな感じでいい感じで迎えたんですけど、まあ、この先もずっと追いかけていけるだけ追いかけていこうかなと思うので、まあ、ぜひゆっくりゆっくりの変化ですけどね、まあ、皆さんぜひ見ていただけると嬉しいですし、まあ、購入の参考にしていただけると嬉しいかなと思います。
はい、ということでですね、まあ、今回の動画はまあこれで終わりにしたいなと思います。この動画が良かったら参考になっているという方はぜひグッドボタンでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもですね、いろいろ面白い動画とかアップしたりしてるんで見ていただけると嬉しいです。ということで今回もありがとうございました。バイバーイ。